9月17日、株式会社愛媛飲料の山本代表取締役社長らが愛媛県庁を訪れ、同社の主力商品であるボンジュースの50周年キャンペーンと西日本豪雨災害復興支援の取り組みについて中村知事に報告しました。山本社長はキャンペーン期間中の売上の一部を復興支援として寄付させていただく、愛媛発祥の企業ブランドとして次の50年も愛されるように頑張っていきたいと述べました。これに対して中村知事は、まず何よりも50周年おめでとうございます。みかん農家なくしてボンジュースは語れない。被災地に温かい気持ちを届けていただけることに感謝を申し上げると述べました。